はいどうも皆さんこんにちは、ミネットです。さあ、中古で買った飛び出せどう、それに神データは存在するのかしないのか、夏休みの特別企画編8月16日分続きやっていきたいなと思います。ついにですね、この夏休みの特別企画も8月16日半分が経過したわけなんですけれども、なかなかね、見どころのあるデータがたくさん引けて、もうすでに満足感が得られている、そんな16日目やっていきましょう。今日はデータを1個だけ紹介していきます。面白いデータ来い。マイデザインが貼られてる。そして、いつも通り、アミーボプラスにアップデートされてる。2027年。ちょい、時間変えるか。時計を合わせるで、2021年の、8月の16日、午後。でも午後のさ、雰囲気良かったよね。ただ、見やすさを重視したいので、8月16日の午前10時58分で始めたいなと思います。では早速行きましょう。さあ、というわけで、黒バラロード。なんだこれは。黒バラロード。ちょっと待って。一旦さ、手紙から見てっていい？手紙見て、そっから、順番にね、村一周していきたいなと思うんだけど、郵便局は最後にしよっか。貯金額は最後に見ていきます。ちなみにこれ一体、何のマイレートなんだろう。何これ、死刑、おもてなし、死刑なんで最後死刑になっちゃうの。敷石と新しいデザイン。ちなみにこちら新保村、誰かが僕の噂をしている。10月21日2012年11月10日登録されております。飛び出せ動物鳥が発売して2日後に購入されたデータ。超初期の初期じゃん。まず虫図鑑から順番に見ていきます。どこまでいけてる？お、ヘラクレスオオカブト。なんかやっぱヘラクレスオオカブト捕まえてるとやるなーって思いますよね。シーラカンスはどうだ？おお、シーラカンスもいけている。皮の方がまだあれだったんだ。あんまり力入れられてなかったっていうイメージなのかな。あとダイオウグソクムシの上とこのタコの上って大体みんなやってないんだよな。中古のデータ開封してて。あの2匹って何だったかな。さて、そんな虫図鑑も見たところで村をぐるっと回っていきます。こっちは果樹園だな。お、ゆうたろう。残念ながらゆうたろうは家の中に入れてもらえなかったんだ。お外に置かれっぱなし。このさ、田舎によくある小屋を抜けた先にこれ俺が挟まったら死刑になってるみたいになるな。なんでこの子こんなに笑顔なんだ。今から死刑になるっていうのに。でも、おもてなし死刑はちょっと面白かったな。じゃあ、くるっと一周回ったところで、これね、多分黒バラから金のバラに変えようかなっていうところなんだよね。ただ、金のバラに変えるには、村の条例を変えないとダメなんだよ。これ一回枯らさないとダメなんだよね。一回枯らして、金のじょうろで水をあげると金のバラになるんですけど、その金のバラにするには、一回美しい村条例を廃止しないとダメだから、なかなかここが厄介なラインなんだよな。美しい村条例廃止したら廃止したで、他の花たち、こういう花たちが全部枯れてしまうから、そんなね、黒バラとなっております。では早速、家の中から順番に見ていきますか。相当期待できるね。何がある？おー、なんだこの、ロイヤル家具だけじゃねえな。ロイヤル家具プラス、あと、この椅子のドレッサー。この椅子の先のドレッサー。これはカーニバル系だし、こっちはロココだ。かっこいいな、この子。マネキンをどうしよう。脱がせる。何を脱がせる？緑のキャップと水色メガネ、青の長ラグダンシャツ、茶色フォーマルパンツ。次へ。何個装備してんだ？チェックのソックス、黄色い紐付きシューズ。そんなに装備してるんだ。ブッシュドノエルもあります。なんか王様らしからぬ家庭的ではないけどね、結構黄金色が輝いていて、後でさ、ハッピールームの点数を見に行きましょうか。相当高いはず。ゴミ箱もあるじゃん。ちゃんと捨てれる用のゴミ箱も入っております。OK! じゃあ、右から順番に見ていきましょう。こっちは風船エリアですね。これどうやって手に入れるんだっけ？パロンチーノからもらえるわけじゃないよね。パロンチーノは確か、バッチおじさんだから、あれ風船は確かに、どうやって手に入れるんだろう。俺、メインのデータでも風船手に入れたことないかもしれない。いや、昔のね、街行こうよ動物鳥とかだったら、パロンチーノからもらえるんですけど、これなんで全部封鎖されてるんだろう。一回どける必要があるな。死刑されてるぐらいだもんね。相当何か、見てはいけないものがあるのかもしれません。おー、びっくりした。ワンチャン恐怖村要素があるのかなって思っちまったぜ。これバナナか。これはあれですね、マリオ家具のバナナ3連発ですね。トリプルバナナ置いときましょう。左の部屋見ていきます。ここはジムになっております。ちょっと待って、今すごい面白いこと考えついたんだけど、これボールが出る瞬間に向き変えたらボールの軌道がおかしくならない？ほら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 、新しい遊びを思いついた。すげえ、超ジャイロボールだ。すごくない？ジャイロボール。なんつ遊びしてんだ俺。よーし、上の部屋にやってきました。ゲームセンターですね。さっきの部屋がジムになっていて、ここはゲームセンター。なんか王様の部屋っていう感じではないんだね。これ何？ピクミンのやつか。いってらっしゃい。行かないんかい。と、こっちはマリオとルイージのパチモンのようなアーケードゲーム。この回転寿司って自分で止めることできないんだ。こういうのって基本止められるのにな。回転寿司はやっぱり回転寿司のままなんだ。さあ、では、ファラオの中見ていきますか。何が入ってる？服で統一されてる。タキシード、ナンバーワンの服、5の服、王様の服。まあ王様の服だよな。この子王様っぽいもんな。あ、ここは色で分けられてるんだ。青いスニーカーと黒い革靴とオレンジのスニーカー。これ装飾品ですね。シーランも銀のパチンコこんなに持ってるんだ。なかなか見たことないな。宇宙服。あ、金のバラできてんじゃん。じゃあ外にあった黒いバラはただ飾りとして置いてるだけなんだ。あれ、逆に使われていない。家具はどこに置いてるんだ？全部出してんのか。ないな。隠し倉庫を拡張したまま一回も使わずに売られちゃったんだ。それはそれで悲しいね。そんな隠し倉庫とタンスの中身を見たところで下の階に行きますか。最後。なんだここは。ちょっと怖いな。さっきの死刑になった人なのかな。この顔出し看板で、顔出し看板で死刑になった人がここに送られてるんだ。あ、骸骨になっちまってるよ。それは悲しいぜ。ちょっと電気つけとこうぜ。これだったら怖くないでしょ。電気消すから怖いんだよな、こういうのって。さあ、そんな家の中身を見たところで村も一周したし、ちょい貯金額とかも見に行きますか。あ、おもてなしだって。走るの禁止ってことね。これ駅の中から順番に行こう。まあこっから何なんだろう、世界観が難しいな。まあ電車でこの村にやってきて出ていくとおもてなしという風になっております。なんかね、広島の竹原っていう駅、あれもね、降りた瞬間にお帰りなさいって書いてあるんだよな。あれ見た瞬間に超涙出てくるんですけど、まあそういったイメージなんじゃないかなと思います。こっちはメルヘンだね。グラハム。いや、僕たち会うの久しぶりじゃないか。でも他のみんなにはまめに会ってたりしたり嫉妬したな。こうして時々僕のところに会いに来てくれると嬉しいよ。貯金額と、あとハッピールームの点数を見て終わりにしたいなと思います。ハッピールームも気になるよな。まずは貯金額引き出していく。タッチスクリーンを操作してください。42万8000ベル。まあローン1回分かな。何気に高いんだよな。飛び出せ動物のローン。さあ最後に、え、これ2個連続であることってあるんだ。増築の59万8000。たっけー。あ、違う種類だ。よくよく見てみたら、こっちが中華な丸ドアと、左側が四角い中華な床。丸と四角で両方置かれてる光景、なかなか珍しいかなと思いますが、最後に室内のインテリアのチェックをして終わりにしたいなと思います。評価だ。いくらだ？点数は 21,604 点。結構高いね。もしも部屋が拡張されていてこの人のセンスがあったら相当高い点数になってたんじゃないでしょうか。まあ、そんな中古で買った飛び出せ動物鳥に神データは存在するのかしないのか、夏休みの特別企画編16日目はこれにて終了としたいなと思います。今回はこれでやっておきましょう。じゃあな、明日の動画をお楽しみに。カーニバルのドレッサーが効いてるんだ。確かにな。